ドーム F111-3 はドームが開発する国際自動車連盟企画のフォーミュラカーである。2019年9月10日に岡山国際サーキットでシェイクダウンが行われ、加藤博識、金丸優、片山義明の現役ドライバーによってテストが行われた。同年9月27日にはシリーズの概要を含め岡山国際サーキットで記者会見を行った。 基本的には FIA が2018年より提唱しているリージョナル F3 に適合したシャシーとなりリージョナル F3 のプライスキャップに従う形で販売される。エンジンは当面フォーミュラリージョナルヨーロピアン選手権や F3 アジア選手権等で使用されているアウトテクニカ元りがチューニングしたアルファロメオ製 1750cc 直列4気筒ターボエンジンを使用するが これはプライスキャップに適合するエンジンが今のところこれしかないためで将来的には日本メーカーのエンジンに切り替えたいと考えている安全装備としてヘイローの搭載にも対応している同車両の特徴としてフロントのダンパーカバーの一部に B コンプ車と共同開発した天然繊維を使用しているこれは内部に GPS アンテナを内蔵しており CFRP のような電波遮蔽性のある材料が使えないためである。従来では GFRP やケブラーを使用しているが海外の GT4 などにも採用が進む天然繊維を日本国内の FIAJAF 公認車両では初めて採用された例といえる。ドームでは2024年に FIAF4 のシーが新型に切り替わるタイミングで F111 3と同一モノコックを使用する F111-4 の開発も計画している。2021年は FIA の安全規則改定を受けてリアストラクチャーとギアボックスを結ぶ2キロジュールテザーが新たに追加された。また同年の車両の最低重量規則はプラス1 0ラムとなり6 8 0ラムに改められている。2020年1月時点。 ありがとうございます。